4月、朝鮮巻の収穫の時期がやってきました。ここは奈良県五條市西吉野町、ある花木栽培農家さんです。早朝5時、朝鮮巻の収穫がスタートします。朝鮮巻は犬ヶ谷の変種から作り出された園芸品であり、日本の野山はもとより朝鮮半島にも自生種はありません。ではなぜ朝鮮巻と名付けられたのでしょうか。それはかつて韓国産と誤認されていたことによるもので、朝鮮巻は日本固有の栽培品種です。刈り取られた背丈ほどもある枝は運びやすいように束ねて作業場へ運びます。作業場に運び込まれた朝鮮巻は冷蔵庫に保管されます。作業場では余分な枝葉を除去して形を整えていきます。朝鮮巻は刃先が柔らかくて傷みやすいので、傷つけないように細心の注意を払って整えます。商品規格に沿って長さを揃えていきます。奈良県五條市吉野町、朝鮮巻の収穫は最盛期を迎えています。